兵庫の県知事選挙だけど、知事を辞職させられた斉藤元彦が、また、選挙に出て選ばれちゃったね。斉藤って、総統の悪人と言われるのに、どうしたの？そうなんだよ。兵庫県の半数以上の有権者は、斉藤に投票してしまったんだ。斉藤を知事にすることによって、利益を取ろうとする利権が、すごく動いただろう。それに加えて、立花とか、変な奴が暴れ回ったんだ。立花は、自分も儲けようと思って、めちゃくちゃを言った。それに庶民が惑わされたということもあったよ。斉藤知事は、知事職務の不正を指摘された。それが正しいかどうか、正否を決する、正しい処理をしないで、裏で、通報した人を抹殺したって、言うじゃないの？それは本当だよ。斉藤は勝手な、独裁者、だ。お父さん、ひどい。そんなこと、あるの？それが事実なんだよ。前に、小泉純一郎の郵便局民営化という、ひどい話をしたよね。安倍晋三の話も、したよね。これも、ひどい話だよ。安倍晋三というやつは、金融緩和によって、日本経済の不具合を、直せる、と言って、金融政策を、まともに考えていた、日銀の白川、総裁を、クビにしたんだ。黒田という、変な男を、日銀総裁にしたんだ。安倍晋三の愚行だよ。安倍の提灯持ちで高橋洋一とか、これまた変な男がいたよ。今、日銀というか日本経済と言うべきだけど、我々は日銀に巨大な国債を抱えているんだ。身動きが取れないんだ。こんなんだけど、アベノミクスをあれは良かったと、権力側が声を合わせてごまかしているんだ。お父さん、日本を破壊しておいて、安倍、ひどい奴だね。そうなんだよ。日本人は、騙されやすいの？日本は、大丈夫なの？今度の、兵庫県知事選挙も、ひどいものだ。日本人は騙されやすいのかもしれないね。お父さん、日本は、なんで、よく、変わることが、できないの？日本社会の、ありさま、君に、話さなければ、いけないね。